三重県立気南高等学校は三重県南室郡三浜町あたわにある公立高等学校。三重県最南端の高等学校である。一時は廃校の危機にあったがコミュニティスクールに指定されたことにより活気を取り戻した。2011年9月4日未明、日本列島に上陸した台風12号により気南高校の南沿を流れる卸川が氾濫。 校舎1階の1.7メートルから2メートル浸水した。これにより黒板や教科書などの教具はほぼすべて流されパーソナルコンピュータ70台が廃棄処分となった。校舎や校庭には泥が堆積し、9月13日からは生徒がボランティアで清掃作業を行ったが学校再開は台風12号の被害を受けた高校の中で最も遅れ。 9月20日に再開された。しかし再開した9月20日の午後には、台風15号に伴い大雨警報が発表され、翌9月21日には、暴風警報も出され、生徒の3割が利用している、帰省本線の代行バスが運休になったことから、再開から1日で、再び休校となった。また、台風15号で、窓ガラスが割れたほか、再び卸川が氾濫しそうになった。 二つの台風の被害により、10月に予定されていた創立50周年記念式典は、翌2012年に延期、文化祭は中止が決定した。教育面では、特にキャリア教育の充実に努めており、1年生は自己理解、2年生はコミュニケーション能力の育成、3年生は進路実現と社会人として生きるを軸に教育活動を展開している。 避難高校の卒業生の進路は、およそ就職6割、進学4割となっている。地元には、就職先、進学先が少ないこと。こうした生徒の進路の多様性に応じるため避難、高校は、教育課程を変えてきたが、1999年に、文部省の高等学校教育課程等を研究していこうとなった。1999年の職場体験学習で、 生徒と受け入れ先事業所の総庫、避難高校のインターンシップは参加希望者だけを対象とする。2000年に行われたインターンシップは毎週火曜日に。このインターンシップは生徒らの進路意識を高め、社会人や人間として必要な素養を身につけるといった直接的な効果や、生徒がインターンシップでの体験談を家族に語ること。なお、この科目の成績評価は、 現場での取り組みの教員による視察、就労体験日誌の提出、教員との面談によって行われ、5段階などの数値ではなく文章で評価を記述する。紀南高校は、高知県の県立高等学校2校に次ぎ、高等学校としては日本で3番目に、コミュニティスクールとなった。2011年4月1日現在、コミュニティスクールに指定されている高等学校は、 避難高校、高知県立大型高等学校、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校、岡山市立岡山高楽館高等学校の4校である。これにより、学校の運営、具体的には、学校教育の基本方針、教育課程、学校予算、人材、学校や地域の課題解決に関して、PTA や同窓会、 地域住民が助言と承認をすることができるようになった。コミュニティスクールの取り組みは過疎化と少子化により、高校自体の存亡の危機にあって、創立当初に立ち返って文字通り、地域の学校としての再生を狙ったものである。実際の活動として、避難高校の教員がサマースクール講師として、小学校に出向く、町で不要になった照明設備を、 高校のグラウンドで再利用される吹奏楽部が地域のイベントに参加するなどが挙げられる。これらコミュニティスクールの取り組みは三重県の率先実行大賞ベストエール賞を2009年に受賞した。ありがとうございます。